きまして全省の人々を震撼させた残酷な悲劇をお伝えします。昨日深夜1時、台北市大東区の1名の男が父親と喧嘩をした後、父親を刺した模様です。警察が現場に駆けつけた時に父親にはすでに意識がなく、三軍総病院へ搬送され治療中です。